散々実機アピールをしておいて、やり込み税を煽っていたにもかかわらず、実は実機ではなく、エネを使っていたことがバレて、炎上してしまったマイティ様。彼に関する詳細は過去動画で解説しているので、知らない方はそちらを見てください。マイティ様の謝罪動画には、不自然な点も多く、納得できないという意見も多数ありました。しかしなんとあのマイティ様が、しれっと動画投稿を再開しています。いやまあ動画投稿を再開するのは自由なんですけども、ちょっとびっくりですよね。私としては、もう少し何かしらの釈明があるだろう、と思っていましたが、まさかそのまま復帰するとは、マイティ様としては、これまでの釈明で、説明責任は全て果たした、という感じなのでしょうか。いやーマジか。まあでも下手に釈明したところで、また全方位から突っ込みが殺到するだけ、という可能性も考えられます。さて、マイティ様の最新動画のコメント欄が、なかなか面白いことになっているので、一部紹介させていただきます。今回の件でユミではなく、他番組で真剣にやり込みされている方が、いることが分かって感動しました。足りないシーンを差し込むために、今まで使ってない慣れていないエネ使って、撮り直してくれるとか感激です。説明動画の前にはこの動画完成してるはずだから、時系列おかしい気もするけど大丈夫です気にしません。ありがとうございます。本物のやり込みの人たちの動画見たけど、やっぱすごいな。マイティも反省して、いつかエネなしで挑戦してほしい。素のレベル1でグオーンに勝つ唯一の方法は、マイティることだったのか。マイティって言葉、やり込み業界で流行りそうやな。生放送とかでマイティさんのやり込み力見てみたい。絶対面白い。マイティパワー。笑い。この状況で配信なんてしたら、信者の米が一瞬で見えなくなるようの、アンチ米が送られてくるぞ。マイティさんの復活を、お弟子さんの動画を見続けながら待っていました。もはや、内容じゃなく、コメ欄漁るのが一番おもろいまである。さすが師匠、概要欄でも笑わせてくれる。どんな感じで再開するのかなって思ってたらいつも通りで安心しました。もう見ることはないと思います。さすが師匠です。概要欄もやり込んでますね。後出しで概要欄ちゃっかり書いてんの笑う。そんなんで火消しできるほど甘くないと思うぞこれを。騙せる奴は、まだ騙そうとする師匠のスタイル。見苦しすぎて草。連絡の取れないスタッフが、勝手にエネ使ってたはずやのに、連絡取れない勝手なスタッフが、足りないシーンを補ってくれてるのか。やべえコメント欄すごすぎて、動画の内容全然入ってこんかった。生きがいです。動画待ってました。いつも動画楽しんでます。ただただ応援してます。燃えてて草。応援してます。例えた師匠のズルが過去あったとしても、この発想この企画で、実際にやれるってすごすぎると思います。やっぱり、マイティさんの企画力すごすぎです。という感じで、辛辣なコメントも結構ある一方で、称賛するコメントもしっかりある印象ですね。概要欄には現在、こう書かれています。DQ5V1 企画は SFC 実機でのプレイをしています。しかし編集の都合上、足りないシーンなどどうしても出てくるため、後から追加するシーンによっては後取りのシーンがあり、一部実機以外のシーンも含まれております。その点ご了承ください。エネを使っています。ということを、めちゃめちゃ遠回しに書いてて草。くそ遠回しとはいえ、師匠が概要欄に書くようになっただけでも、大きな前進かもしれません。適当。今回の騒動を受けて、マイティ様のサムネを、リスペクトした動画が大量に投稿されています。なんかもう、あのサムネを見るだけで笑ってしまいます。あのサムネを最初に真似し始めた人、天才だと思う。確かにマイティ様は、言い訳をすればボロが出てしまうので、これ以上釈明をしないというのも、一つの手かもしれません。でもこのまま無言を貫くっていうのも、モヤモヤが残ってしまいますよね。マイティ様気が向いたらでいいので、いつか説明してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。